シャルロッテ、カロリーネ・ビルヘルミーネ・バッハマン、1757年11月2日から1817年8月19日は、ドイツのソプラノ歌手、チェンバロ奏者、作曲家。シャルロッテは、ベルリンに生まれた。父は、音楽家のビルヘルム・ハインリヒ・シュトゥーベであり、彼女は、幼少の頃から歌唱とチェンバロを習った。9歳の時、フランツ・ベンダの息子のフリードリヒ・ベンダが始めた。 アマチュアコンサートでデビューする。彼女は1785年9月20日に、ベルリンのバイオリニスト、カール・ルートビヒ・バッハマンと結婚した。シャルロッテは1791年のベルリン、ジングアカデミー創立メンバー20人のうちの一人で、あり、1797年から1806年に、かけてのカール・ファイン・リッヒ・グラウンのジュナンオラトリオ、イエスの死の年次公演を確立するのに、 主要な役割を果たした。この習慣は1884年までベルリンの宮殿で継続されていた。彼女はベルリンではよく知られた演奏家であった。彼女の歌曲の一つが1787年にヨハンカールフリードリヒレルシュタープのクラビーアマガジンから出版されている。シャルロッテはベルリンに没した。バッハマンは歌曲を作曲した。歌器のものなどがある。出展。 ありがとうございます。